レーまでは IC で行けるんですね。ここから先で行けますね。お、これ言ったらですね、ヒロ坂、これプレゼンですね。確かですね、クレヒロ方面、坂行き一文字ばっかしですね。まあ、四日市にも通はありますけど、え、何番線行ったらいいんや。乗り場結構変わるやん。7番乗り場と3番乗り場、7番乗り場7番7番7番向こうや。この乗り場がどれ方面ってあんまないですね。全部どこも来るんすね。へー、なんか大阪みたいですね。へー、ああ暗いやつかね、あるわ。いいこと書いた、書いてありますね。お、どっちかな、広いけどあるか。この電車もすごいですね。これなんですか。で、小さい47系じゃないですか。すげえ LED に書いてあるんですね。これは何やろ、イカルガ。イカルガですかね。ちょっとすいません、詳しくなくて申し訳ないけど、すげえ小さい47。まだ現役でバリバリ走ってるんですね。しかも1、2、3、4両編成。まあかつてはね、ちょっと自然で王国と言われてたね、広島も、もうプレセンはすっかり新しい車両になってるんですね。前の方行こうかな、せっかくやる。どうせ混んでるでしょ。しかし何でしょう、いかにも地元な方といかにもオタクな方が入り混じってますね、この電車には。まあ目的は私と一緒なんでしょうけど。はい、ということでね、クレに向かってたはずなんですが、急遽坂駅、途中の坂駅で降りましたっていうのはね、ちょっと電話がかかってきましてね、それの対応しておったのと、まあ、あとちょっとお手洗いを借りたという試合でございますね。で、まあ、坂駅も雨だったんですけど、結構あのここまでは利用者さんね多いんですね。あの一般の方 あの学生さんがすごく多かったですね。ということでね、ちょうどね、広島駅のね列車もね、構えておったってところなんですけど、まああの広駅、広いじゃない、坂駅か、坂駅の周りはあの駅前ね、すぐにあの結構商業施設、ね、ホームセンターとか、電気家電屋さんとかね、いっぱいあったり、その奥にどうも学校がドンとあるみたいですね。そんな感じで結構栄えておりました。で、まあ、広島行きの電車を見送って、まあ、もう少しこの坂駅の周りを見ていくことにしてみましょう。駅の周りというか駅の施設とかですね、そっちの方をね見ていこうと思っております。で、これが先ほどの駅舎の反対側の方ですね、に出てきておりまして、まあ、駅の周りは、まあ、こんな感じ。まあね、電車は単線で、まあ、電化サイトル。この駅は、2面4線になってましたね。まあ、行き、あのね、あの、ここから交換駅になった、交換じゃないか、ね、あの、折り返しの電車もあるということなんで、ちょっと駅の設備は広くなってますね、という感じです。で、まあ、あの、ぐるっと回ってもらった通り、結構、町自体は、栄えてましたね。で、これ、あの、坂町は、坂町立図書館でなってるんで、これ、あれなんですね、あの、広島市とはまた別で、独立した、行政機関になってるんですね。市町村ということですね。
で、あ、これですね、ホームセンターの代金がありますよというのと、まあね、ユニクロとかね、ヤマダ電機なんかもあったりして、食べるところなんかもありましたんでね、よかったですね。で、これ、で、自動切符売り場ね、緑の券売機と、で、ここは友人ですね、友人の緑の窓口も、ありますんで、まあ、何かしらね、いろんな対応も、できますねということで、まあ、位置的にはこんなところ、解体地から少し下がってきたところで、ということですね。まあ、このあたりまでは、もう、バリバリ、広島のベッドタウンみたいになっておるのかな、っていう、ところも感じられました。で、電車がね、入ってきたんでね、改札フォーと通ったんですけど、これでね、間違えました。境行き止まりのね、折り返しの電車でしたんでね、向こうのホームに入ってきましたよというところですね。で、まあそのあたりを見送って、少し余談に入ります。なんか、ん、なんでしょう、この駅では名物なんですかね。なんかさぞ当たり前のように居座ってますけど。